こんにちは、スタイルハウス編集部です。スタイルハウスの YouTube では今話題のアイテムや編集部員が気になっているアイテムを姉妹サイトのバイマで実際に購入してご紹介しています。今回は最高の通勤バッグを探すため通勤バッグ決定戦と題して、通勤バッグとして使える A4 サイズのトートバッグを8点取り寄せました。前回は前編として4点のバッグをレビューしたので、今回は後編として残り4点のバッグをレビューしていきます。中身を入れた時の重さ、持ちやすさ、素材感やコスパなど様々なポイントから本当に使える通勤バッグはどれかチェックしていきたいと思います。今回バイマで買ったバッグはこちら。価格帯ごとに分けてバイマでも特に人気の通勤でも使えるトートバッグをピックアップしました。合計8点購入し、総額30万円以上のバッグをお取り寄せしました。今回はクヤナ、ステイトオブエスケープ、ステラマッカートニー、ロエベの4点をレビューしていきます。残りの4点は最強通勤トートバッグ決定戦の前編でレビューしていますので、気になる方は概要欄からご覧ください。今回最高の通勤バッグにふさわしいか判定するためにチェックする項目は6項目です。価格、デザイン、素材感、機能性、収納力、重さ、持ちやすさをチェックしていきたいと思います。まずはウェットスーツにも使われる水に強いネオプレン素材を使ったバッグが有名なステイトオブエスケープのバッグからレビューしていきます。ステイトオブエスケープのトートバッグはいくつかサイズがあるのですが、今回は A4 サイズが入るエスケープキャリーオールを購入しました。日本の価格では42,900円なんですが、バイマなら2万円台から3万円台で購入することができます。2から3万円台とかだと手が届きやすくていいですね。そうですね、はい。素材は水に強いネオプレン素材で、触ると結構柔らかくて、すごい軽い感じの素材感、本当ですね、はい。なんか見た目もちょっとカジュアルな印象なんですけど、こういったブラックとかネイビーの色ならきちんと感もありますよね。そうですね。ユニセックスで性別問わず使えるデザインなのもいいですよね。はい。職種によって持つ方を選ぶバッグだとは思うのですが、スーツの男性がダークカラーのステイトオブエスケープのバッグを持っていたりするのを最近では見かけたりします。よく見ますね、はい。丈夫でたっぷり入るので、通勤バッグ以外でもマザーズバッグとか、あとは事務用としてとか、あとは1泊2日の旅行用なのに持つ方も多いと思います、はい。機能面のポイントとしては何よりもこの素材だと思います。ネオプレン素材はとにかく水に強くて丈夫なので、ガシガシ物を入れても使えるタフなバッグをお探しの方にはぴったりですよね。あと、取り外しできるポーチがついているっていうのもこのバッグの嬉しいポイントだと思います。そうですね、はい。あとはこの横のサイドスナップがついているんですけれども、これはこの荷物の量に合わせてこのバッグのサイズ感を調節できるんですね。おー、なんかこういう感じで止めていただくと少しコンパクトなサイズ感になるので、目的に合わせて変えられるっていうのもいいところだと思います。それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう。はい。ネオプレン素材ってどのぐらいの重さなのかちょっと気になりますよね。そうですね、重さは 685g ぐらいですね、はい。やっぱりこのしっかりとした素材なので、その分やや重さは出るかなと思うんですけど、収納力を考えたら妥当な重さかなと思います、はいはい。それではこちらのバッグがどれぐらい物が入るか収納力を試していきましょう、はいはい。もう見て分かる通りすごい街が本当にたくさんあるので、かなりたっぷり入るんじゃないかなと思います。はい、まずはちょっと大きめのお弁当箱を入れてみます。次に PC と A4 の書類を一緒に入れていきますね、はい。これだけ入れてもまだまだたくさん入りそうです。全然余裕ですね。 そうですね。あとは長財布とペンケースを入れていきます、はい。
とは 500ml のペットボトルと歯ブラシのケースです。はい、これだけ入れてまだ余裕がありますね。最後にスマホを入れていきます。はい、全然まだまだ入りますね。はい、はい、このままだとちょっと中身がぐちゃぐちゃになりそうなので、うん、そういう場合は横の側面のスナップボタンがあるので、これをパチッと止めていただくと、こんな感じでコンパクトになるので、はい、そうですね、一気に安定感も出ますね。そうですね、はい、はい、それではバッグを実際に持ってみましょう。まず手持ちで持ってみました。すごく横長のデザインなので、ちょっとボリューム感がありますね。うん、そうですね、素材がすごい軽い素材なので、すごいカジュアルめな格好が好きな人にもぴったりなデザインだなっていうふうに思います。そうですね、またその横のスナップを止めていただくと少し小さめのサイズになるので、毎日の通勤にはこの形で持っていただくのがいいのかなと思います。うん、あとは肩にかけても大丈夫そうですね。はい、少しストラップが細いので、あまり重い荷物を入れるのはちょっと注意した方がいいのかもしれないです。あ、そうですね、はい、あまり入れてしまうと肩が痛くなってしまうかもしれないですもんね。はい、ステイトオブエスケープのバッグを実際に見てどうでしたか？そうですね、いいなって思ったのはやっぱりこのネオプレン素材の丈夫さですね。うん、はい、なんか通勤はもちろんなんですけど、事務用とかいろんな用途で使えて、うん、あとは雨とか天気に左右されないっていうのもいいなと思いました。確かに天気に左右されないで使えるっていうのはすごい嬉しいポイントですね。嬉しいですよね。はい、ちょっと気になるポイントとしては、はい、やっぱりちょっと素材がカジュアル感があるので、うん、固い職場の方とかちょっと場所を選ぶ可能性があるなって思ったのがちょっと気になるポイントでした。確かにすごいもっとラグジュアリー感が欲しいっていう方にとってはちょっと物足りないデザインなのかもしれないです。うん、はい、ただカジュアル好きにとってはすごく使えるものだと思います。そうですね、はい、では次のバッグも見ていきましょう。続いてはアメリカブランドクヤナのレザーバッグです。価格は3万円程度でデイリーに長く使える感じです。日本であまり知名度のないブランドに3万円かって思ってしまう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、クヤナのトートはイタリア製のレザーですごく品質がいいので、いいものを長く使いたいっていう方にはおすすめのブランドです。クヤナは無駄をそぎ落としたシンプルな見た目とその使いやすさにこだわったブランドですよね。そうですね、特にシンプルでミニマルなファッションが好きな方はすごくハマるんじゃないかなと思います。そうですね、この素材も触ってみるとやはり上質なレザー感があって、重量感があるというか、エレガントなトートバッグだなっていう風に感じます。そうですね、やっぱりデザインがシンプルだからこそこの革の良さっていうのが引き立ちますよね。うん、はい、そうですね。あとはカラーバリエーションがすごく豊富なのもクヤナの特徴なので、このカラフルなバッグを探している方にもおすすめです。このバッグで一番紹介したかったのがこちらのポケットなんですよ。うん、はい、こちらです。あ、ここにちょっと大きめのポケットがあるんですね。はい、そうなんです。このサイズのポケットだと PC とかタブレットとかあと書類なんかも入れることができそうですよね。うん、はい、このバッグの中でかさばる PC だったりタブレットだったりがここにすっきり収まるっていうのはすごく使いやすいと思います。うん、クヤナは使い勝手にすごくこだわったブランドなので、バッグによってはクヤナから出ているバックインバッグを合わせて使えるものもあったりするので、気になる方はぜひ前までチェックしてみてください。それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう。はい、オールレザーなので、うん、ちょっと重さはあるのかなって思うんですけれど、ね、はい、でも1キロいかないぐらいですね。850g ぐらいですかね。はい、なんかやっぱりしっかりしたレザーではあるんですけれども、すごいシンプルでミニマルなデザインなので、はい、その分軽さというか使いやすさがあるのかなと思いました。そうですね、それではこちらのバッグに物がどれぐらい入るか収納力を試していきましょう。はい、縦長のトートバッグなので、うん、はい、ノート PC とか書類はすっきり入るんじゃないかなと思っています。うん、はい、まずはこちらのお弁当箱を入れていきます。はい、マチがあるのと、あとはレザーが結構柔らかくて柔軟性があるので、うんうんうん、結構無理なく収納ができます。あ、次に、ここのポケットが一応 PC の専用のポケットになってるんですね。はい、なのでこちらに血を入れていきたいと思います。
ちなみにケースなしでも入れられるようになっています、うんね、はい、あとは書類も入れていきますね、はい、余裕で入ってます ね、 余裕ですね、はい、であとは残りの、お財布とかペンケースとか、あとはペットボトルや歯ブラシセットを入れていきます。やっぱり縦長だとこう縦にこう収納できるっていうのはいいですね、はい、そうですね、たっぷり入ります。はい、であと最後にスマホを入れていきます、はい、ここに入れましょうかね。そうですね、ここに一つポケットがあるので、ここに貴重品とかスマホを入れるといいかなと思います。こういった感じです。それでは実際にバッグを持ってみましょう。まずは手持ちで持ってみた感じです。すごくシンプルな A4 サイズのトートなので、よく、はい、コーデに馴染みますよね。そうですね、なんか上品なトートバッグっていう感じがすごいします。そうですね、はい、肩にかけても余裕のある感じで、うん、手に持ってもいいですし、肘とか肩とかいろんな持ち方をしても違和感ないかなと思います。クヤナのバッグ実際に見てどうでしたか？そうですね、やっぱりいいなって思うのはこのデザインのミニマルさというか、うん、なんか余分なものがないけどもしっかり機能性は備わっているっていうところがすごくいいなというふうに思いました、うん、そうですね、やっぱこのシンプルなデザインで、うん、この上品のある雰囲気っていうのがもういくつになっても長く使えるバッグだなっていうふうに思いました。そうですね、本当に年齢とかファッションを問わないですよね、はい、ちょっと気になるなというふうに思ったのは、ちょっと革が柔らかい分ちょっと自立がしにくいんですよね。なので物を入れるときはちょっとこう仕切りとかこう入れてこう考えて入れないといけないかなというふうに思いました。はい、3つ目のバッグはステラ・マッカートニーでも特に人気のステラロゴバッグです。ステラ・マッカートニーは日本と海外の価格差などでバイマだとかなりお得に買えるブランドの一つですよね。そうですよね、このバッグも日本公式では10万6700円なんですが、バイマだとなんと6万円台から買えるものもあり、かなりお得だと思います。デザインは何といってもこのロゴが目に留まりますよね。なんか可愛いですよね。可愛いです、はい、なんかそのプリントとかではなく、うん、穴が開いているパンチングみたいになってるのがすごい可愛いなというふうに思います、はい、あとは持ち手の部分のデザインも特徴的で、はい、ここから一つにこうつながっているようなデザインなんですけど、それもすごく洗練されていておしゃれだなと思いました、はい、A4 サイズのバッグで結構大きめなのに品よく持てるっていうのも働く女子に人気のポイントなのかもしれないですね。素材はエコレザーで、ステラ・マッカートニーといえばリアルレザーみたいなエコレザーっていうのがすごい魅力の一つなんですけど、うん、なんかエコとは思えない本当にリアルレザーみたいな質感なんですよね。バッグ自体の作りはすごくシンプルなのですが、ポーチがついているっていう細々としたものをここに入れられるっていう整理整頓もしやすいバッグだと思います、はい、あとはこの持ち手の部分なんですけど、はい、この内側にこう入ったようなデザインなので、なんかバッグの口がこうガバッと開いてるデザインって好きじゃないっていう方も多いかと思うんですけど、こう内側に入ってることであんまり気にならないデザインになっています。それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう、はい、ステラ・マッカートニーのバッグって全部エコレザーなので、はい、軽さはあるんじゃないかなと思います。やっぱり1キロいかないぐらいですね、うん、そうですね、はい、740g ぐらいでした、はい、なんか見た目はレザーに見えるんですけど、うん、やっぱりエコレザーで軽いっていうのはこのバッグのすごい魅力だなと思いますね。はい、魅力だと思います、はいはい、こちらのバッグに、どれぐらい物が入るか収納力を試していきたいと思います、はい、でまずお弁当箱入れていきます、はい、こちらも街が結構ありますね。そうですね、結構ありますね。次にノート PC と書類を入れていきたいと思います、はい、結構こう台形の形というか、うん、そこに向かって広くなっているので、はい、PC とかすごく入れやすいですね。そうですね、こう簡単に広がってくれる素材感です。そうですね、はい、では、長財布とペンケースを入れていきます、はいはい、ではペットボトルと歯ブラシケースを入れていきます、はいはい、で最
最後にスマホを入れます。なんかこれではまだ少し余裕がありそうですね。まだ余裕があるぐらいの収納力ですね、はい、あとこちらもあのこういう小さなポーチがついているので、この中にあの物を入れることも可能です。はい、はい、それでは実際にバッグを持ってみましょう。はい、まずは手持ちで持ってみた感じです。すごくあのステラ・マッカートニーのロゴがインパクトがあって、そうですね、アクセントになりますね。はい、アクセントになります。結構サイズ感はちょっと大きめな感じなんですけれども、うん、あのたくさん物が入るんだろうなっていうのがすごいわかる、入れやすいバッグですね。あとは肩にかけた時もやはりストラップが少し太めなので、すごく持ちやすいんじゃないかなと思います。はい、ステラ・マッカートニーのバッグを実際に見てどうでしたか？そうですね、いいなって思ったのはやっぱりこの素材でエコレザーながらすごく高級感があって、うん、そしてやっぱり軽さがあるっていうところがいいなというふうに思いました。確かに軽さがあるっていうのはエコレザーならでは の、 あのそうですよね、いいところですかね。今エコレザーをあえて選ぶっていう方も多いですもんね。そうですね、うん、今エコレザーが結構人気ですよね。そうですね、はい、逆にちょっと気になるなというふうに思ったのは、はい、やっぱり中にポケットがないので、これだけ大きなバッグなので、うん、なんかスマホを入れるようなポケットが1個ぐらいあったらいいのかなというふうに思いました。ただこのちっちゃいポーチがついているので、まあ、ぜひこちらをうまく活用してあの収納していただけたらなというふうに思います。はい、それでは続いて最後のバッグを見ていきましょう。最強通勤トートバッグ決定戦、最後にご紹介するのはロエベのクッショントートバッグです。日本の公式価格では144,100円ですが、バイマだとなんと10万円台から購入できました。クッショントートのシリーズは2サイズあって、本当はラージサイズを買うつもりだったんですけど、はい、間違えてこちらのスモールサイズを購入してしまいました。そうなんですよね。ちなみにもともと買うつもりだったレギュラーサイズもバイマだとお得で、日本公式が16,600円でバイマだと12万円台からの出品がありました、うん、ラージサイズとこちらのスモールサイズの差は縦横待ちすべて3センチの差があります。なのでラージはスモールの一回り大きいような感じですね、はい、こちらのバッグのデザインは本当言うことなしです。すごく素敵ですよね。そうですよね、はい、なんかこうまさにロエベっていう感じで、うん、なんか上品なのはもちろんなんですけど、なんか中がこうストライプ柄になっているのもなんか遊び心があっておしゃれだなと思います。キャンバス素材だけどレザーとの組み合わせっていうのがあのカジュアルになりすぎないっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思います、はい、パッと見だとわからないのですが、実はこのバッグの内側を見るとあの4つの内ポケットがついています。スマホですとか、あとは薄いカードケースタイプのお財布なら余裕で入ってしまうサイズですね、うん、そうですね。あとはバッグの中を見にくくするようにレザーのストラップも、ついてます。ただレザーなのでちょっと縛りにくいかなというふうには思いますが、そうですね、はい、ちょっとこういうのもついております、はい、それではこちらのバッグの重さを測っていきましょう。はい、ロエベはキャンバス地とレザーの組み合わせなのでどのぐらいになりますかね。あ、700g ぐらいですね。そうですね、うん、なんか結構軽いんですよね。そうですね、あの見た目が結構高級感があるんですけれども、うん、あのそれとは反して意外と軽いっていうのが魅力なんじゃないかなって思います、うん、やっぱりコンパクトなサイズ感も軽さの秘密かなと思います、はい、それではこちらのバッグに物がどれぐらい入るか収納力を検証していきたいと思います、はい、ちょっとコンパクトなバッグなの で、ね、まずは A4 とかノート PC が入るのかちょっと見ていきたいと思います。はい、そうですね、試したいところです。 PC と A4 の書類を同時に入れていきます。はい、入りますね。あ、入りますね。本当にぴったりですね。じゃあ次はちょっと、はい、無理があるかもしれないんですけどお弁当箱をちょっと入れて、はい、あちょっと難しそうですね。ちょっともうちょっとスリムなものだったらいいかもしれないんですけど、はい、お弁当とか持ち歩く方は別のサブバッグとかが必要かなと思います。逆に持ち歩かない方にはそうですね、いいコンパクトでいいと思います、
あとは長財布とペンケースいきます、はい、で、はい、ペットボトルと歯ブラシケース入れていきます、はい、縦に入れても余裕ですね、あ、そうですね、はい、はみ出さずに収納できます、はい、最後にスマホケースです、はい、こちらはポケットがこの側面にあるのでここに入れることができます、はい、ポケットはこちら側にもありますね、はい、4つです ね、 そうですね、合計で、はい、すごいコンパクトそうなサイズ感なのに PC が入るっていう、そうですね、はい、やっぱりちょっとコンパクトなのでもっとこういろいろ入れたいっていう方は、うん、これの同じシリーズのもう一つ大きいものがあるのでそちらを検討してみてもいいかもしれません。それでは実際にバッグを持ってみましょう。まずは手持ちで持ってみた感じです。すごくキャンバス素材とレザーのコンビネーションがすごく上品ですよね。そうですね、うん、あとはストラップすごく長いので、はい、やっぱりあの肩にかけた時も負担がないのかなと思います、はい、ロイベのバッグ実際に見てどうでしたか？そうですね、すごくいいなって思ったのはやっぱりこのデザインが素敵だなと思って、うん、なんかキャンバス素材なんですけどすごく風合いが、その自然の風合いが出てるのと、はい、このロエベのこうナチュラルなタンカラーというかこのレザーの独特のカラーがやっぱり素敵だなというふうに思いました、うん、そうですね、やっぱロエベらしさ全開の素敵なバッグっていう感じがします。ちょっと逆に気になるのはやっぱりこう形がこう長方形というか四角い形なのでちょっと柔軟性がないというか、なんかこう硬いものとかを入れてしまうとちょっと窮屈に感じるようなバッグかなというふうに思いました。そうですね、ただあの四角い分すごい形を長く綺麗に保てるっていうのはこのバッグの一つの特徴かなというふうに思います。型崩れはしにくそうですよね、はい、では、前編後編でレビューした8つのバッグをここで集めて項目ごとにどれがベストバッグなのか話し合いたいなと思います。はい、では、機能性でベストだと思ったバッグってどれですか？このバッグとこのバッグ、この2つで迷ったんですけれども、クヤナとステートオブエスケープですよね、はい、あの雨に強いっていう点でやっぱりあの天気に問わず使えるっていう面でやっぱステートオブエスケープの方が機能性私個人的に1位かなっていうふうに思います。あ、そうですね、はい、私はこっちのクヤナかなと思いました。なんか本当にシンプルなんですけどここのPC ポケットがこれあるっていうのは、うん、なんかすごい通勤バッグとしてすごい理想かなって思いました、うん、続いては収納力についてです。一番収納力があるなと思ったバッグはどれですか？そうですね、もう全部のバッグにおいてその収納力っていう面ではすごい抜群だったんですけれども、うん、あのこちらのロビンメっていうバッグは中にあのポケットがあるのですごい細かいものだったり小物だったりっていうものをバッグの中でなくさずにあの収納できるっていう点ではすごく安心感のあるバッグかなっていうふうに思います。そうですね、私もなんかロビン名ちょっと気になってはいたんですけど私だったらこっちのピクシーアックスかなと思っていて、はい、うん、なんか見た目収納力なさそうなんですけど中でこの巾着の袋がこれついていてこれと左右のこのコンパートメントでこうそれぞれ入れられるっていうのはちょっと見た目以上にこう期待以上の収納力だったなというふうに思いました、はい、続いては軽さです。一番軽いなと思ったバッグはどれですか？もうダントツでこちらのマルニのバッグです。そうですよね、はい、やっぱり本当に皆さんに持ってほしいぐらい本当にびっくりするぐらい軽いですよね。そうですね、やっぱりその重さを計測した時も多分これがダントツで軽かったんじゃないかなと思うんですけどこれだけたっぷり入ってそれだけ軽いっていうのはやっぱりすごい感動的なバッグだなと思いました、はい、続いては持ちやすさについてです。一番持ちやすいなって思ったのはどれですか？そうですね、私はこのジャンニ・キアリーニが意外と取っ手の部分が思ってたより長くて肩にかけられるし、うんうん、あのこうかけても可愛いしっていうところでちょっと気に入っております。そうですね、はい、なんか絶妙な長さなのでなんかどんな持ち方をしても結構楽に持てるっていうのがこのバッグかなと思いました、はい、私はなんかこのステラ・マッカートニーのバッグがいいなと思って、うん、
っぱりここのストラップがすごく太くって、ストラップが別になってるんじゃなくてつながってるので、ここで安定感がすごいあったなっていうふうに思いました。こう置いた時に内側に入るっていうのも嬉しいポイントですよね。そうですね、これも可愛いなと思いました、はい、続いてはデザインについてです。どれも本当に素敵なので一番決めるの難しいんですけど、はい、あえて一番を選ぶならどのデザインが好きですか？そうですね、本当にどのデザインもすっごく可愛くて大好きなんですけれども、一つ選ぶとしたらこのやっぱりロエベのバッグがすごい可愛いなって思います。もちろんあの通勤にも使いたいですし、あの普段のファッションにもすごい使いたいバッグだなって思いました。そうですね、やっぱり本当にこのロエベのこのロゴのパッチとか、あとはこの四隅のこのストラップとか、あとはこういうレザーの細かい白いこういうステッチとか細かいところにロエベらしさがあってすごく素敵だなと思いました。はい、ということで今回は最強通勤トートバッグ決定戦と題して、バイマーで人気の通勤バッグのレビューをしました。実際に持てる通勤バッグは皆さんの職種や職場の雰囲気、会社の規定などによっていろいろ変わるかと思いますが、今回の動画が少しでも通勤バッグ選びの参考になれば嬉しいです。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、気になる方はぜひチェックしてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。